この映像はイントロダクションの2本目の映像となります。すでに前の映像、イントロダクションの1本目の映像で、この一連の映像でどんなことを説明していくのかということを勉強しました。そこで、サンプルデータベースというワードのデータファイルもすでにダウンロードしてもらって操作してもらったかと思います。これを用いて今回は文章データを内容に即してグループ化していくということを行います。この前のスライドに出ているようにグループ1、2、3、4というのを分けていくというのが今回の目標です。では、それを始めるにあたって前回の結果を確認しておきましょう。イントロダクションの1本目の映像でこの右の欄のこの欄を埋めましょうという部分に、まあ、全てこう言葉が埋まっている状態になったかと思います。具体的に見ていくとこちらですね、全30の仮想の証言で出産育児に関してこう妊産婦の女性の方がどんなことをこう語っていたかということをこの表に整理してたわけですね。で、右の部分の欄が埋まっている状態のはずということで、前回の最後の課題でこの部分について埋めてもらいました。でしょうかね。じゃあ、まあそれを前提としてですね、はい、これをさらに並び替えではなくて、まあ、並び替えもやってもらっているという状態なんですけれども、そのグループ化をしていくということについてお話していきます。まずですね、この001番の証言について、少し確認してみましょう。これは出産してから夫に不安を全部話せて、めっちゃその話を親身に聞いてくれたから産後うつにはなりませんでしたというような仮想の証言となっています。これの特徴をまず考えてみると、この話されたかあるいは書かれたかということは分かりませんけれども、いずれにしてもこのご本人が使っている言葉をそのままの表現でこう記したものだというふうに考えられますね。こういったものについて、今後は発話型の表現というふうに捉えたいと思います。要するに、まあ、言葉で話されたような表現ということですね。これに対して前回その表の右端に埋めてもらった記述は、XYZ についてしているあるないとかいうふうに非常にこう、短い言葉で言い直したものでしたね。これについては、例えば親身に聞いてくれたとかいうのを共感的な応答あるといった言葉に、短く書き換えてるんですけれども、それって結局そのご本人の言葉ではないという意味で、第三者がその内容を見たり聞いたりしてこう切り縮めてですね、表現した言葉と言えるでしょう。なので見聞型の表現という言い方をここでは使いたいと思います。じゃあ2つの表現のあり方があるということになりますね。どっちが正しいということではなくて、この目的に合わせて使うべき、それぞれ一長一短のある表現と考えられます。以下ではですね、その両方の表現をこうどうやって組み合わせるかによってですね、集計のやり方が変わってくるということに注目して、いくつかのパターンを勉強していく、練習していくということになります。順番としては簡単なパターンからやっていきたいと思います。その方がこう慣れができるからですね。一番簡単なのは見聞型×見聞型です。なぜなら今回の例で言うと、あるとないという組み合わせというふうに非常にシンプルに表せるからなんですね。ただ情報量はちょっと少ないです。そのご本人がどんなニュアンスで言ってたかとかいうことはここから読み取れなくなりますのでね、情報量は少ない。なので少しずつ情報量を増やしていきましょう。次に扱うのが見聞型×発話型といったパターンです。産後うつにはなりませんでしたというような言い方からは、こう心配はしていたけれども、その、現実はその心配のようにはならなかったというようなこう、結果というか、その、まあ、結果の受け止め方がこう読み取れるような表現になっていますから、少し情報量が増えているというふうに考えられますね。さらに、今出てきている項目の両方を発話型で表すと、
めっちゃ親身に聞いてくれたから産後痛にはなりませんでしたという、発話型かける発話型の表現になるはずです。すると情報量はかなり増えますね。これの最大の利点はご本人がこの夫が話を聞いてくれたから産後痛になりませんでしたというふうに捉えているというふうに、このご本人が考える理由も表現されるということです。なので非常に情報量が多いわけですね。なのでこの3つのパターンの、3つ目を目指してですね、順番にやっていくということになります。なのでまとめて言うと、1回目のイントロダクションの映像でお話したように、この順番にこう集計方法をそれぞれ学んでいくという流れになりますので、頭に置いておいてください。しかしこのそれぞれのパターンの勉強していく前にですね、今お話ししてきたような項目2つに絞ってこう集計のやり方を勉強していくのは何でなのかということを少し考えておきたいと思います。これは一言で言うと2つに絞っておくと簡単だからなんですね。その理由は今まで説明してきたこととはまた別ですので見ていきましょう。まずはですね、3つの項目全部ではなくて X と Y の関係だけを調べるのが得策なんです。これは実はこの今やっているようなワードを用いた文章データの集計に限らず、別の映像のシリーズでご紹介している Excel を使ったグラフの作成による分析でも同じことです。Y と Z という項、後に出てくる2つをさっき集計してみて、どんな傾向か掴んだ方がですね、そこからのこう分析の進め方、深め方が非常にスムーズなんですね。なんでそうなのかということまではちょっと説明しきれないんですけれども、そういうもんだと思ってですね、まずは Y と Z の分析をするというふうに思っておいてください。なので、X の変数との関係は最初のうちは保留にするということになります。じゃあ Y と Z の関係についてはどんなふうに見ていくのかということですね。確認してみましょう。これを考える上で重要なのがグループという考え方です。どういうことかというと、実は Y と Z の関係にはですね、いくつかの組み合わせがあるんですね。まず一つ目の組み合わせをグループ1と呼びたいと思います。そして、これは今回の分析に限らずですね、皆さんにお勧めしたいことなんですけれども、一つ目のグループがどれなのかということを考えるとき、今から見ていく4つのグループのどれをグループ1としてもいいんですけれども、しかしやっぱり一番ですね、こう注目したい部分をグループ1と考えて集計始めるのが最もですね、効率的です。今回の場合はですね、ご本人たちにとっても、またこう第三者から見ても、望ましい状態と、見れるようなもの、比較的 見やすいようなものがありますので、それをグループ1と考えます。それは今回の場合、夫からの共感的な応答があり、これが Y の特徴ですね。そして、妊産婦ご本人の精神的な負担はない。この組み合わせです。これが、ご本人にとっても、その第三者から見ても、一番こう安心して見ていられる、過ごしていられる組み合わせだと思われます。でしょうかね。ありとなしです。なので、前回の映像でもお話したように、どちらかというと、良い特徴を表しているので、青色で表しているわけですね。ですから、その組み合わせであるグループ1も青色で表しています。いいでしょうかね。まず、このような状態が、良いの組み合わせで、とても、好ましい状態だということで、グループ1と考えましょう。なので、この矢印についても青色で表しています。さて、ここにこう焦点を置く場合ですね、これと必ず対比しなければいけないグループがあります。それはこちらです。夫からの共感的な応答はある。この部分は同じ。だけれども、
ご本人の、妊産婦ご本人の精神的な負担はあるんだという場合ですね。なんでこれが重要なのかというと、こうグループ1を見ただけだと、このなんか関係があるように思えるわけなんですけれども、要するに夫からの共感的な応答があるから、ご本人の精神的な負担があるんじゃないかとかですね、あるいはその夫からの共感的な応答があれば、ご本人の精神的な負担ないんじゃないかなんていうふうにこう考えてしまいがちなんですけれども、グループ1だけを見るとね。しかしグループ2ももしたくさんの例があったとしたら、別に夫からの共感的な応答があっても、まあ、必ずしもその、ご本人の、妊産婦ご本人の精神的な負担がなくなるってわけではないですよね。というふうに、こう、グループ1だけで見ていてはいけないような部分を、ちゃんとですね、事実を思って示すことができるんですね。これがこのグループ2がとても重要である理由です。なので、グループ1とグループ2を対比することが最も大事な作業になります。これは今回の例に限らずですね、2つの項目を比較するときにはですね、このようにこういろんな組み合わせがあるんですけれども、1つのこの対比だけが非常に重要になるというふうに、まあ、一般的に言えることですので、皆さんぜひ知っておいてほしいと思います。じゃあ他のグループはどうなのかですね、全く見なくていいというわけではなくてですね、やはりどんな状況があるのかということは確認しておくといいでしょう。そこでグループ3として取り上げたいのは、夫からの共感的な応答なしだけれども、ご本人の精神的な負担は別にないですよという、悪いと良いの組み合わせですね。そして最後に、両方とも比較的悪い状態、夫からの共感的な応答はなくて、ご本人の精神的な負担はあるというですね、悪いの組み合わせも考えられます。これは両方とも赤で表して、グループ4という名前を与えて、そしてその色付けについても、このスライドでは、以下のスライドでは赤色で示したいと思います。このように考えると、グループ1とグループ4がですね、一番両極端だということも、一目で分かると思います。ただしですね、この、さっきも言ったように、この、Y と Z の関係を考えていくときには、グループ1と4の対比というのは、あまりですね、その説得力を持たない対比なので、大事な、両極端ではあるんですけれども、その分析を深めていくときには、この対比に目をとらわれないようにする必要があります。ちょっと頭に置いておきましょう。じゃあ、このような、グループ化ができたとしてですね、でそして、次回以降の映像で見ていくような分析ができたとして、はい、実際には、その内容をこう記述していかなきゃいけないわけですね。そうすると、グループ1、2、3、4、こういうものですよというふうに考えておくと、非常に整理がしやすいです。グループ1はつまり、夫の共感的応答がある、そして妊産婦ご本人の精神的負担がないという、そういう組み合わせなんで、良い良いの組み合わせなんですよ、とかいうことですね。それと、要するに、各グループに、該当する例はこれとこれとこれですよとかいうように具体化して示していくことができることになるんですね。いいでしょうか。この作業とても重要です。次回以降の映像で毎回行う作業と言えます。じゃあこのグループ化だけで全てなのかというとそうではありません。この Y と Z の関係を見る上でのグループ化ができたら次に知りたいことがあります。それはY と Z の関係自体が X という変数からどんな影響を受けているのかということですね。さっきは一旦保留にしますと言ったんですけれども、保留にした上での作業が済んだら改めて注目しなければいけないわけです。でその際ですね、一番簡単なやり方は、この X の変数の内容、あるかないかという内容に、即してですね、この Y と Z の関係を整理していくことです。その場合、グループ化のやり方は次のような
方法を取るのが得策です。8つのグループに分けるということですね。具体的には X があるありという場合に Y と Z の関係のグループ4つを並べてみる。そして X がなしという場合にやはり Y と Z の関係から出てくるグループを4つ並べてみるということです。つまり合計で8つのグループが出てくるということなんですね。このようなグループ分けをするのがですね、一番こう、3つの項目の関係を見ていくシンプルなやり方なので、もちろん3つ目の変数が出てくるという意味ではちょっと大変なんですけれどもね、それでも一番こう作業の、量を減らしてこうテキパキとですねやっていける方法なので、ぜひ頭に置いておいてください。このようなことを、パターン別の分析の各パターンの先に、やっていきますというわけで、以下の全体の流れはこのパターンごとに掘り下げを行っていくというふうに表現できます。具体的には見分型×見分型の分析をやる上でも Y と Z の関係を見た上で X が Y と Z の関係にどう影響を与えるかというふうに掘り下げていくわけですし、2番見分型×発話型の、分析パターンを行う場合も Y と Z の関係を見た後 X がそれにどう影響を与えるかを見ていく。さらに3番発話型×発話型のパターンの分析を行う場合も同様に掘り下げていくということになるわけですね。この順番でやっていくと、まあ、簡単でかつですねちゃんと先にも進んでいけるということになるわけですけれども、一応ですねじゃあどれが一番面白いのということを先に言っておくと、まあ、いろんな考え方あるわけですけれども、まあ、せっかく文章データがあるんだからその情報そのニュアンスも含めてですね汲み取れるようなやり方という意味で言えば最後に出てくる X の内容に応じて Y から Z への影響というのはどう左右されるかというのが一番面白いと考えられます。これはあくまでも一つの見方にすぎませんし、またその扱うテーマとか、取り上げるデータの内容にもよりけりなので一概には言えないんですけれども、まあ、一応ですね私のこの映像ではそういう想定でこうお話をこう進めていく深めていくというふうにやりたいと思います。まあ、これ手間がかかる作業なんで、ですけれどもね、まあ、最も説得的だろうというわけです。ただまあもちろんですねこれ自体はですね大変重要なやり方ですし、またこれが一番必要だという場合もあるでしょうから、最初からこれにチャレンジするという方がいても全然おかしくはないかなというふうに思います。なので、まあ、順番に映像でやっていくわけですけれども、実は、まあ皆さんがこう行う分析にとってですね一番、近道なものがはっきりしてるんであればその部分からですね、例えば、まあY と Z の関係を見るところからやっていくとか、しかも2番のね Y と Z の関係を見るところからやっていくとかいうようなやり方をやっていただいても構いませんでしょうか。なのでこの全体の流れをぜひ頭に置いて個別の作業を、やってみてもらえたらというふうに思います。じゃあですね、今回この、映像の中でやってほしい課題について説明します。引き続きサンプルデータベースのファイルを使ってこんなことやってみてほしい。グループごとにデータを集計するという作業です。これに関してはその前回の映像で行った単なる並び替えとは違うというわけなんで、どういうふうにやっていくのか考えていきましょう。まず、サンプルデータベースを皆さんに開きながらですね、こうやって聞いてもらうといいと思うんですけども、合計3つのページがあったはずです。そのデータが埋まっているのは1ページ目と2ページ目でしたね。で3ページ目以降は、まあ、3ページ目は空欄になってます。何も書いてない。まあ、こういうふうな、空いてるスペースにですね、どんどんやっていきたいんですけども、まあ、グループ1、2、3、4とそれぞれに1ページ使った方がいいので、まあまあ、その都度ページを増やしていくというふうに考えましょう。それをするためにはレイアウトのタブをクリックする。でこのまあリボンというダランというのが出てきたら区切りをクリックして
買いページをクリックする、まあ、こういうようにやるもんなんだというふうに思っておいてください。ただまあ今回のサンプルデータの場合だと、これをやるとなんか記号というか図がくっついてくるので、まあ3ページ目に行ってから区切りをつけておいた方がいいかもしれません。すると3、4と空白ページができるわけですね。で、3ページ目にこう内容を埋めていこうというわけです。で、ここではですね、グループ化をやるんですよということが分かるように、はい、こんな見出しをつけておくと間違いない、何をやってるか、どこに何をやったか分からなくなるということはないと避けられると思います。全30ケース、4つのグループに整理などと書いておきましょう。そしてグループ1、夫からの共感的応答があり、かつ妊産婦本人の精神的負担はないというグループについて、証言を並べますよという見出しをつけておくといいでしょう。私のこの映像では16ポイントというちょっと大きめのフォントを使って表しています。まあ、この辺は、まあ、文字の色とか色合いとか自由に考えてもらって構いません。じゃあですね、ここにその該当する例をどうやって入れるのかですけれども、まあ、いろんなやり方ありますが、一番シンプルな機械的にできるやり方をご紹介します。まずその1ページ目に戻って、この表の左上の十字キーを左クリック、そして、全体が表全体が範囲指定されたら、表のどこかで右クリックで、コピーをクリック、こうやって表全体をコピーします。で、もう全部ですね、ごそっとグループ1の場所に元の標識を保持して貼り付ける。そうすると30ケース全部ここに貼り付けられるわけですね。そう考えると、30ケースの中のほとんどはですね、グループ1に関係のないものなので、消去しなければいけませんね。その消去作業をやりましょう。007以降しばらく関係ないやつです。なんでかというと、001から006がまず、ある、ないという組み合わせだからですね。したがってこのグループ1に該当する組み合わせだから、だからそれ以降の007以降はしばらく必要ないというわけです。じゃあどこまで必要ないのかというと、ここまでですかね、019までですね。で、範囲指定をこういうふうにこう一気にできると簡単です。まあ、一気にできない場合はこう小分けに1行ずつとか消していくといいですけども、まあ、一気にやる場合にはですね、こういうふうに19行目の、まあ、以上計5人ってところまで範囲指定して、表の右端までこの範囲指定マークが、灰色のマークが現れていることを確認しましょう。この状態で、またこの範囲指定された灰色があるところで、右クリック。で、切り取りを使わないようにします。表の行の削除を選びます。で、この時注意が必要です。必ず削除して、した行を、まあ、その削除した後、残りのデータは上に詰めるということを行う必要があります。いいでしょうかね。だからこの3つ目のやつを選択します。そして OK を押すとどうでしょう。今範囲指定した部分がごそっと抜けて、1番から6番の次に来るのは20から22というふうになりました。あれ、以上計3人の数字がちょっとずれてますね。これもともと間違ってたのかもしれません。すいません、ややこしくて。そうですね、もともと間違ってたみたいですね。ちょっとこれは、気づいたときに直しといてもらえるとありがたいです。こんな感じですね。020から022ですね。はい。というわけで、まあ、あるない、あるない、そして、あるない、あるないっていうのを固めてくることができました。すると、023以降はまた必要なくなるので、同じように、
範囲指定をして、右クリックで削除、そして上に詰めるを選択です。いいでしょうかね。こうしておけば間違いなくですね、こう一つの表の中にこのグループ1に該当するものだけを残すことが可能です。そして合計何人ってこともですね、ここを見れば分かるようにしてありますので、まあ、これを見て、あ、合計9人なのかということを確認しておいてもらえたらと思います。これが、次回以降の映像の中で生きてきます。で、これができたら、どんどんですね、グループを増やしていきます。グループ1の次は、グループ2ということで、ここにもグループ2という見出しをつけて、で、また表を埋めていくというわけですね。はい、こういうふうにやっていくと非常に見やすい形で、こんなふうにですね、このページにグループ1で、2つ目のページにグループ2、まあ、2つ目というか、まあ、その次のページですね。そして、さらに次のページにグループ3、さらに次のページにグループ4と表すことができます。いいでしょうかね。このような作業をやってもほしいと思います。これが今回のイントロダクション後半の課題です。はい、結果としてですね、どんなことができるかというと、まあ、ここに改めて表してますので、よかったらこれを見ながら確認してみてください。まあ、ちょこちょこですね、ちょっとあの表現が変わっているところとかもありますけれども、そういうところはちょっとまあ 気にせずやってください。修正がなされてないところもありますね。こういうのもちょっと気にせずやってください。はい、以上、グループ1、2、3、4でした。ではですね、これでイントロダクション全部終了です。サンプルデータベースを使って、こう基本的なこう操作をですね、行うというのももうできましたので、あとは、じゃあ、これを読み解いてですね、XYZ の間にどんな関係があるのかということを見ていく、そして説明をしていくという作業になります。つまりここから先は集計と読み解き、そしてその説明を行っていくというステップになりますので、次の再生リストに進んでいってもらえればと思います。また概要欄にもですね、この映像の下の概要欄にも、ここから先こんなリストがありますよということを紹介してますので、よかったらご利用ください。では、以上となります。